12レース女子優勝戦1号艇中村桃香選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準優勝戦仕上がりの方はいかがでしたでしょうか。そうですね、良かったと思います、はい、そうですか。これまでと比べてというのはいかがだったんですか。転覆して、キャブ洗ってから行き足もいいと思います。あ、さらに良くなった感じですか、はい、あ、じゃあもう手応えとしては十分ですか。十分です。そうですか。体幹面に関してはいかがですか。体幹はずっと重いんですけど、なんか乗り心地がおかしくなるので、もう重いまま行きます、はい。まあ、ここね、毎日1号艇での戦いが続いておりまして、はい、今節4度目の1号艇での戦いとなりますけれども、今日はどんな意気込みでレース臨みたいですか。そうですね、昨日ちょっと握りすぎたのでしっかり落としてまくられないように逃げたいと思います、はい、はい。それではもう一言ゲストの皆様に優勝戦への意気込みお願いします。はい、桐生は大好きなので、しっかり優勝して笑って帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。12レース女子優勝戦2号艇永井雅美選手です。よろしくお願いします。お願いします。さっきのは1幕差しての1着という結果でしたけれども、展示タイムも昨日は6秒68というタイムでしたけれども、はい、はい、昨日の準優勝戦では手応えはいかがだったんでしょうか。ちょっと試運転とレースが違うなって思ってたんですけど、はい、昨日は、まあまあ合ってたと思います。そうですか、はい、じゃあどちらかというとこうたまり寄りのこなしなんですか。そうですね、はい、別にそこを求めて調整してるわけじゃないんですけど、はい、まあ、今節のエンジンはそんな感じがします。2号艇での戦いとなりますけれども、はい、こう2号艇のこう印象というのはいかがですか、永井選手の中では。まあ、でも今節は、はい、まあ、2号艇とかでも、まあ、十分戦えるような船足だと思うので、はい、はい、頑張りたいです、はい、はい。さあ、それではもう一言ゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いします。はい、優勝戦に乗れたので優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。12レース女子優勝戦3号艇土屋千秋選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、昨日の準優勝戦ですが、あの仕上がりというのは手応えいかがでしたでしょうか。最高に良かったです。最高に良かった、はい、もう完調という感じ、はい、もう特に手応えあったなというのはどのあたりだったんですか。全部良かったですね。行き足も良くて、回った後も良くて、はい、本当に全部良かったです。あの前を、ね、走る選手にもだいぶ迫る場面もありましたよね。あのあたりはいけるかなっていうのはありましたか。いけそうだなと思って、ちょっと狙ってみたんですけど、ちょっとターンスピードが遅かったです。そんなことないです。そしてスタートに関してですが、昨日行き足も良かったということですけれども、はい、スタートイメージ通りいけてらっしゃいますか。いけてます。そうですか、はい。さあ、今日は3号艇での戦いとなりますけれども、はい、どんな戦いをしていきたいですか。しましょう。自分なりに一生懸命走ります。はい、わかりました。それでは最後にゲストの皆様に、優勝戦の意気込みをお願いいたします。一生懸命走ります。応援してください。12レース女子優勝戦4号艇水口由紀選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日は直前にお話を伺った時はあとはスタートというお話をされていましたが、はい、昨日の準優勝戦はコンマ1丸というスタートでしたけれども、はい、準優勝戦まずスタートに関してはいかがだったんでしょうか。まあ、思い切ってはいけてないですけど、はい、ね、良かったと思います。そうですか、はい、手応えとしては船足いかがでしょうか。まあ、船足は申し分ないです。申し分ない、はい、特にあの特徴などはいかがですか。バランスが取れてると思います、うん、昨日 の準優勝戦のメンバーの中に入って比べてというのはいかがでしょうか。でも、強めだと思います。そうですか、はい。さあ、今日は優勝戦になりますけれども、はい、優勝戦に向けてというのは何か調整ですとか作業は考えていらっしゃいますか。もう足自体はずっと初日からいいので、はい、プロペラの調整で回転合わせ程度で、はい、わかりました。さあ、それではね、今日は4号艇での戦いとなります、はい、最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。いいレースができるように優勝を目指して頑張ります。応援してください。12レース女子優勝戦5号艇松本明恵選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レースでは雰囲気の方はいかがだったんでしょうか。乗り心地の面ではしっかりかかってくれてて、はい、レースに行く前とかいいなって思って行ったんですけど、は
あ、でもレースでも乗り心地は良かったです。そうですか、はい、船足に関してというのはいかがですか、はい、悪い方じゃないんですけど、うん、ちょっと優勝戦の中に入ったらちょっと伸びも出足もちょっと弱いかなって思います。あ、そうですか、はい、こうどこかを求めてっていうのは調整は何か考えてらっしゃいますか。はい、とまあ、ちょっと昨日準優勝戦走ってもう少しこういう風にしてみたいなっていう形があるので、はい、ちょっとそれを今日は試しながら、うん、もうプロペラで、はい、乗り心地をだけしっかりつけられるようにしていきたいと思います、はい、このスタートに関しては、はい、イメージ通り、そうですね、はい、感動でいけてます。そうですか、じゃあ今日は5号艇での戦いとなります。最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みお願いいたします。はい、地元で優勝できるように最後まで諦めずに一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。12レース女子優勝戦6号艇中里優子選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。仕上がりとしては走っていて雰囲気いかがだったんですか。そうですね、3日目後半からやっぱ出足関係は良くなってたのは自分で知ってたので、まあそこです。に関してはやはりその出足を生かした調整というか、そうですね、もう今の中、今は今節の中で一番いい状態なので、はい、あまりいじることはないと思います。はい、そして今日は6号艇ですけれども、はい、進入に関してはいかがですか。はい、6コースだと思います。そうですか、はい、スタートに関しては勘と比べていかがですか。そうですね、今までがだいぶ遅かったのは知ってるんですけど、うん、まあ、しょうがないところなので昨日はちゃんと行けてよかったなと。はい、思ってます。じゃあそれはもうイメージ通りと。はい、じゃあ今日もこれぐらい目指してというところですか。まあ、ちょっとそれよりは後ろでいいです。はい、わ、はい、かりました。それでは最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。はい、6号艇ですけれども3周にマークまでしっかり走りますので応援お願いします。